野口忠太郎野口忠太郎から1931年2月24日は、日本の実業家、政治家、衆議院議員、筑後国三池郡、大須村で、野口忠七、喜和夫妻の長男として生まれる。1882年橘院校中学部を卒業。1883年9月14日に家督を相続した。野田歌郎、長江純一らの知遇を得て、1887年合衆会社三池土木会社の創立に参画し事務担当者となり、1900年社長に就任した。その他、三池銀行監査役、大牟田ガス取締役、九州伝統鉄道取締役、東邦電力取締役、三池無人取締役、大牟田無人取締役、大東畜産工業取締役、三池肥畜物産社長などを務めた。また、1913年に大牟田商工会が大牟田商工談話会に改称した際に会長に就任した。政界では、大牟田町会議員、大牟田市会議員、同参事会員を務めた。また、1920年5月、第14回衆議院議員総選挙で、福岡県第7区から立憲政友会所属で出馬して当選し、衆議院議員を一期務めた。森時三郎、福井福太郎と共に、終生大牟田市の発展に尽力した。ありがとうございます。